皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのパイルです。今日はたったの一撃で地球上の生物を抹殺する兵器や天体を消滅させてしまった狂った軍事基地、狙わなくても勝手に弾が当たるチート兵器、さらに指パッチンだけで全宇宙の生物の半数が消滅するレベチ兵器などなど、 SF 作品に登場する超兵器20選を解説考察します。あらゆる SF 作品を愛するジャパンサイファイが解説考察する究極の超兵器たちをぜひぜひご堪能あれ。まずはじめに機動戦士ガンダムシードに登場する兵器ジェネシス。この兵器はザフトが第一次連合プラント大戦末期に開発した決戦兵器。核エネルギーを利用したガンマ線レーザーを発射する性質上、その弾道は不可視で、いきなり何かが発射されて気づけばパンパンと体が爆発。しかし宇宙には幸いデブリなどの宇宙ゴミがあるため、それらが超高温で熱されることでその弾道っぽく見える。しかもこの兵器、最大出力で撃った場合、地球上の全生物を 80% 一掃できるという計算が出されている鬼畜兵器。そんな兵器を合計6発撃つつもりだったパトリック、人間やめてます。次はオキシジェンデストロイヤー。この兵器は初代ゴジラに登場する兵器で、別名水中酸素破壊剤。水中で使用することで周囲の酸素を破壊し尽くすことができ、酸素を保有する細胞でさえも破壊できる。これにより初代ゴジラを完全抹殺できたが、この兵器を地上で使うと考えたくもないですが、地球終わります。次はディメンションタイド。この兵器はゴジラ対メガギラス G 消滅作戦に登場。特別 G 対策本部がプラズマエネルギーの原理を用いて開発した対ゴジラ兵器。光線が当たった地点に小型のブラックホールを生成して、大気圏外からゴジラを狙撃し完全抹殺を目論む。発射までに5分を要し、発射後には1時間程度の冷却が必要。がしかし、この兵器めちゃくちゃな威力を有しており、四方を含む直径 100m の範囲にある全てのものを吸収し消滅させてしまう。それを約1時間間隔で撃ててしまうの、普通にヤバすぎます。というか日本の技術力どうなってんだ。次はスターキラー基地。この兵器兼軍事基地はスターウォーズエピソード7フォースの覚醒に登場。ファーストオーダーの本拠地で、星系全体を破壊可能な移動式の惑星要塞。宇宙に偏在する暗黒物質を収集してエネルギー変換し、さらに近隣の恒星の核融合エネルギーを吸収することで超新星爆発並みのエネルギーをチャージ、そしてファントムエネルギーに変換して四方からハイパースペースそのものを切り裂く圧倒的な威力を持ったビームを発射する。このビームに見えるものは実際は空間の歪みで、相対性理論を超えて瞬時にターゲットに着弾。そこで全てのエネルギーを解放し超新星爆発を引き起こす。もうあとはお分かりですね。これが直撃した天体は問答無用で消滅してしまいます。次は天体制圧用最終兵器ゼットン。この兵器は新ウルトラマンに登場。ゾーフィーが地球やばいやんけということで使用した兵器。通常はカプセルサイズに収まっているが、展開をすると地球から衛星軌道上にあるゼットンが見えるぐらいには大きくなる。こいつのメインウェポンはおなじみの一丁との火球。その威力は地球がその星系ごと蒸発して、さらに数光年先まで影響を及ぼす。が、庵野監督曰く、設定上では3次元空間の直径200光年を消失可能とのこと。この弱さってアリを駆除するのに太陽をぶつけるぐらいのオーバーキルです。それを未だテレポートとかできない人類に使用するゾーフィー、怖い。次は次元波動爆縮放射器、通称波動砲。この兵器は宇宙戦艦ヤマト2199に登場。オーストラリアと同サイズの冬大陸を一撃で消滅させることができ、さらにその余波で木星をえぐるほどの超鬼火力を持つ。しかもそれをたった333メートルの船体で大陸を消滅させてしまうヤマト、どうなってんだ。次はアルティメットガンダム。この兵器は機動武闘伝 G ガンダムに登場。自己再生、自己増殖、自己進化の三大理論を有する。ミラクルすぎる金属のアルティメット細胞で構成されている。一応はガンダムファイト用として開発されたが、実際は地球再生のために開発されたモビルファイター。ある事件をきっかけに大気圏突入のショックで地球再生のプログラムが狂い、人類抹殺を目論む凶悪な機械の悪魔デビルガンダムへと変貌した。ついでにアルティメット細胞もデビルガンダム細胞に進化、最終的に地球を捕食し始めるヤバさを披露。三大理論を有する金属って有機物なのか無機物なのか気になります。次はユニクロン。
このトランスフォーマーはトランスフォーマーザ・ムービーに登場。普段は惑星の姿で宇宙をさまよい、目についた星を食べちゃうよ。まんまるで可愛いトランスフォーマーですね。初代トランスフォーマーのレギュラーメンバーたちを冒頭の捕食シーンで大半を消し去ってしまう暴挙を披露。最終的に色々あってセイバートロン製の月となる。しかしユニクロンはマルチバースでも同一の存在と言われているので、完全にユニクロンを抹殺するのは不可能に近い。ちなみにトランスフォーマー最後の騎士王のエンドクレジットに登場する地球から生えたユニクロンの角のようなもの、これはユニクロンが地球と一体化したガイアユニクロンであると考えられます。ガイアユニクロンが人型形態にトランスフォームしたら想像したくないですね。次はラグビーボールじゃなくてバスターマシン3号。この兵器はトップを狙いに登場。宇宙怪獣選別作戦のために建造された巨大ブラックホール爆弾。中心核には3番分の1にまで圧縮された木星が使用されている。木星使うんですね。この爆弾を起爆させるとタンホイザー1となり銀河系を飲み込んで完全消滅する。しかも爆弾でありながら有人航行が可能。こんなのに乗りたくないよ。次はイデオン。この兵器は伝説巨神イデオンに登場。第6文明人が開発したであろう兵器で、伝説の無限地からイデを内包した巨神。話が進むごとに主人公サイドなのかと思えるレベルにチートすぎる火力を発揮。全身から合計1万6000発のミサイルを発射。巨大な惑星を一刀両断したりなど、もうめちゃくちゃなスペックを誇る。イデオン自体も巨大なので、単なる質量兵器としても強い。とにかく強い。敵がかわいそうになるぐらい強い兵器。完全に見た目は大きくて赤いジム、その時だった。イデの発動が起こったのは。次はライトセーバー。この兵器はスターウォーズシリーズに登場。ちょっと待ちなよ。今までと規模が急に小さくなったって?いやいや、ライトセーバーすごいんだから。ライトセーバーは基本的に何でも切ることができ、ドロイドや戦艦の壁をほとんど抵抗がなく焼き溶かすことができ、防爆扉なども融解させてしまうほどのエネルギー量を誇る。同系列のエネルギーに関しては、つばぜり合いや弾くことしかできないが、普通に考えて手に持てるサイズでそれだけの性能を誇る武器って、やばいです。余談ですが、ライトセーバーは柄の部分にしか重さはないので、刀などの刀身実体がある武器の振り方とは異なり、柄を中心とし体を大きく使った盾を披露してくれる。その様子は特に美しいですね。アナキンが結構使うライトセーバーブンブン、つい真似したくなる。あと、ダークセーバー、かっこいい!好き!次は、ダインスレイブ。この兵器は機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズに登場。作中最強の質量武器といっても過言ではない衝撃力と威力を誇る。エイハブリアクターを利用した電磁加速を用いて棒状にした高高度レアアロイを発射するいわゆるレールガン。地表に着弾すればクレーターができるほどのエネルギーを持ち、艦砲の直撃にすら耐えうる防御力を持ったナノラミネートアーマーを持つモビルスーツの横をダインスレーブが通っただけでその余波でコッパみじんにしてしまうチート威力。まるでビームマグナム。次は戦略自衛隊技術研究本部第出力型二次試作自走 460mm 溶電子砲。この兵器は新世紀エヴァンゲリオン及びエヴァンゲリオン新劇場版ジョに登場。ラミエルを倒すために用いた兵器で、発射するのに日本中の電力を溶電子砲に回す必要があり、その必須エネルギー量は1億8000万キロワットに及ぶ。当然威力も絶大で、本来であれば首都の AT フィールドを中和してコアにダメージを与えないと倒せないが、この溶電子砲を用いれば AT フィールドなど容易に貫通して使徒を一発で倒せる意欲を持つ。ちなみにテレビ版ではネルフが開発していた陽電子砲遠間加速式試作二重型を使う予定だったが、大出力に耐えられないので戦略自衛隊の試作自走陽電子砲を借りて改造することでラミエルを倒した。あのネルフの技術力を凌駕する戦略自衛隊すごいですね。ジェットアローンの開発に戦略自衛隊も関わっていたら。次は小型プラズマ爆弾。この兵器はプレデターシリーズ及びエイリアン VS プレデターに登場。プレデターがピンチに陥った際によく使われる自滅覚悟の兵器。装備しているコンピューターガントレットに特定のコードを入力して起動する爆弾で、最大威力は都市国家一つを飲み込む範囲の爆発威力を持つ。シリーズによって爆発威力は異なるので、ターゲットの脅威に合わせて威力を調整していると考えられる。次はノイジークリケット。何のことかって?メインブラックの小さい銃って言えばピンとくるかもです。そう、あの銃、おもちゃみたいな銃。小さい割に威力はめちゃくちゃで、トラックに穴を開けたり、1.5 メーターのコンクリートを破壊。ちなみに、ノイジークリケットの名前の由来は、
発射時にスズムシの鳴き声と似た音を出すためノイジークリケットと名付けられました。次はオーバードレールキャノン。この兵器はアーマードコア6に登場。ラットのカーラが開発していた大型のレールキャノンで、オーネスト・ブルートゥーとかいうご友人に強奪されていた。アイスワーム撃破でこのレールキャノンが必要になったため、変人からこれを奪還しアイスワーム戦で使用。こいつの威力はアイスワームのセカンダリーシールドを一発で消費させるほどの威力で、リミッターを解除さえすればアイスワームのシールドを完全消滅させることすらできる。次はスマートピストル。この兵器はタイタンフォールシリーズに登場。近距離をスキャンし敵を自動的にロックオン。ロックオンが完了した後に撃つと、基本的にどんな撃ち方をしてもターゲットに命中する。ロックオン時間は状況により異なるが 0.1 から 0.65 秒という1秒未満の速さを誇る。ゲーム的に見ても強いし、現実で考えてもヤバすぎる武器。ジョンウィックとかこれ使ったら大量破壊兵器とかしそう。次はインフィニティガントレット。この兵器はアベンジャーズシリーズに登場。インフィニティガントレット自体には特殊な効果はないが、全てのインフィニティストーンあるいはインフィニティジェムを装着すると、指パッチンだけで全宇宙の生物の半分を消し去ることができる超パワーを得る。他にもそれぞれのストーン、ジェムの持つパワーを使用することができ、あのゲラクタスでさえ驚愕するほど。ゲラクタスというのは簡単に説明すると、惑星を崩壊させてその時に出てくるエネルギーをもぐもぐ美味しいねってする結構すごいキャラです。次は融合カノン砲。この兵器は戦え超ロボット生命体トランスフォーマーに登場。メガトロンの右腕についている筒状のものがそれである。ちなみにトランスフォーム時にはワルサー P38 のリア上部についているスコープ風の役割を果たす。この融合カノン砲はブラックホールから反物質エネルギーを引き出してそれを撃つチート兵器。実はメガトロンの調子でその威力が増減するので、調子がいい時には一発で岩盤を消し飛ばしたり、デバステーター、ガーディアンなど合体戦士を戦闘不能にできる威力を発揮するが、調子が悪い時に威力が大幅に低下する模様。しかも武器としてではなく、コンピューターのプログラムを書き換えたりできる構成も照射できるため、結構万能な兵器。最後にイデオンガン。この兵器は伝説巨神イデオンに登場。イデオンの唯一の蛍光武器、3割程度のエネルギーしか解放していないのに惑星の輪を消し飛ばす。半分程度のエネルギーの解放の一撃で大艦隊を消滅。イデオンソードと並行して使えば惑星を貫通させ、星の向こう側にいる艦隊を全滅させる。さらにデスドライブで悪空間にいる敵すら撃ち抜く。もはや意味わからんレベルの威力を持つ。こいつを前にして逃げ切れるやつはいるのか？イデオン紹介したからイデオンガンはいいだろって？もうやめるんだ、そんなこと言っても。その時だった、イデの発動が起こったのは。以上が SF 作品に登場する超兵器20選でした。皆さんどうでしたか？マジで結構ヤバめな兵器から、今の技術力でもギリ開発できそうな兵器などいろいろありましたね。他にも皆さんの知ってる超兵器、または好きな超兵器などあればコメントで教えてね。ちなみに僕の好きな超兵器はここには登場してないんですが、パイルバンカーです。パイルとパイルバンカー似てるって？僕の名前との因果関係なんかないんだからね。このチャンネルではありとあらゆる SF 作品を愛する J を筆頭に、ジャパンサイファイの様々なメンバーが多様な SF 作品を解説考察しています。もしよろしければ赤いチャンネル登録ボタン、ベルマークの通知ボタンを押して、共に人類を救いましょう。この星の運命は君たちに託された。それではまた次の動画でお会いしましょう。